はようございます。じゅんです。はいです。今日は山田ゴルフクラブに来ています。はい、皆さんゴルフやってる方なら誰でも見たことがあるであろうカートナビ、その、ナンバーワンシェアのテクノクラフトさんから AI キャディという、次世代ゴルフナビウォッチアプリがリリースされました。事前にスマホから、ウォッチに情報を転送しておけばウォッチだけでプレイすることができるそうです。おすすめポイントがいくつかあるそうなので、ラウンドしながら使い心地などをお伝えしていければなと思います。それでは行ってきましょう。よろしくお願いします。はい、たえちゃん。はい。じゃんじゃん。私たちアップルウォッチをつけています。はい、うん、このアップルウォッチの中にコースレイアウトがすごい綺麗に映ってるの見えますか？うん、でスライドさせていくと、まあ、詳細が見えたり、あとはグリーンが見えます、うん、色も綺麗なんだし、うん、アプローチだから操作もすごい簡単ですよね、うんうん、本当はね、うん、これでじゃあちょっとラウンドしていこう。はい。行ってきます。こう歩いてると自分の位置が表示されてて、どれぐらい移動してるかっていうヤーテージが出てます。今117、120、めっちゃ飛んでないな。到着しました。こんな飛んでない。なんか打ち上げは5ヤードってありました。あ、そっか、5ヤードね。じゃあセカンド打っていきたいと思います。ナイスショー。出ました。残り距離は227ヤード、センターまで227ヤードって出てます。はい、じゃあこの GPS が導きっていう GPS 使ってて、すっごい精度が高いらしいの。なんかね、結構 GPS のナビってずれたりとかするけど、これならすごい安心な気がする。なんかそうですね。うん。次測ってみようか。レーダーで測ってみよう。測ってみましょう。はい。センターまで142って書いてある。ピンまで136ヤード。マイナス？マイナス6ヤード。だいたい合ってるのかな。うん。うん。ね、ちょっと打ってきます。あ、左ちょっと。乗った。さっきと誤差同じ。6ヤード。6ヤード。はい、おお、すごい。じゃあ合ってるんだね。合ってそうですね。マイナスセンターから。多分6ヤードぐらいですね。すごいね。距離ぴったりじゃん、こう割れて。本当だ、ぴったり。8割。ちょいスラかな。まあまあ。はい、おっ、はい、うわー、ナイスバーディー。ナイスバーディー。さすが。これを外すのが大きいじゃん。期待してませんよ。ナイスパー。たえちゃん、はい、さらにね、すごい機能がついていて、TC スキャンっていう機能があるんですけど、はい、あの着眼点、着弾点、うん、ボールが落ちるところ、はい、まあ、あのクラブを選ぶと、私のドライバーだと190ヤードなんだけど、190ヤードのところのアンジュレーションがここで分かるらしいんですよ。すごい。実際見てみると十字になっているところが、ここが着弾点、着弾点で、この赤のラインが
こういう縦のラインの、はい、あの高低差、この縦の高低差、そうそうそう、はいはい、このまままっすぐ見た時の高低差、うんうん、横の緑色のこういう線がその着弾点のとこからきこういう風に切ったアンジュレーションになってるんですね、うんうんうん、なのでこれだと左側が下がっ て右側が上がってる、高いですね、そうとか右側が高くて左が下がってる、うん、そのままだ、でもこれさ左打ったら落ちちゃうねとかさ、右打てばなんか落ちてくるから大丈夫だねとか、うん、ですね、本当だ、一旦わかるね、これなんか OB 対策とかにもなりそう、あ、なりますよ ね左打っちゃダメとか、うん、TC スキャンっていうちょっとね見えるかな機能がついています、うん、すごいこれ、はい、ありがとうございます。157ヤードなので7番ウッドですね、来やすいから右側に、あ、全然手前いいとこです。さあ、はい、このアップルウォッチにキャディしてもらいましょう、うん、はい、ちょっと見てください、私が残り距離が80、はい、センターまで85ヤードで、うん、おすすめされてるクラブは52度です、52度なんですけどピンが奥なんで、うん、実際90ヤード以上あるので、うんうんうん、ちょっとおすすめとは違うクラブで打ちますけど、うん、センターだったらおすすめぴったりだと思います。なるほど、うん、あと上りがね、あ、出てます、上りが2ヤード、2ヤード上り、52度出てば8ヤード残りますよってことね、はい、センターまで、はい、今日はちょっと奥なので、で一つ番手上げて打ちます、はい、わかりました、はい、お、ナイス、はい、ありがとうございます、5、8で打ちます、ぴったり、イエーイ、すごい、ナイス、いい感じです。これつけてると考えなくていいから楽。考えなくても見て。見て、うーんってね。その距離打てばいいよね。うん、確かに。簡単に。余計なことが書かれてないから。数字だけ書いてあるから。楽ちん。はい、すごい楽。すごい楽。ずれないしね。うん、本当にずれてない。うん、お疲れ様でした。さえちゃん、このAIキャディ使ってみてどうでしたか？そう、私が一番びっくりしたのは、その距離の誤差が本当に少ないっていうのが、GPS でここまで正確に出るんだなと思って、うんうんうん、信用できますね、これは。そうですよね、うん。やっぱりね、距離が分かってショットも正確に、うん、打てるっていうか、自信持って打てますもんね。うんうん、Apple Watch で思ってる方は、うんまあ、アプリダウンロードするとすぐ使えるので、うん、ね、おすすめアプローチ持ってる人はぜひダウンロードしてみてください。うん、
あと月額が240円ととてもお安いので、うん、本当にすぐに試していただける価格かなと思います。皆さんも AI キャディ見てみてください。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねをお願いします。はい、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。